シャツを脱いで同僚は同情はしてくれようとも最後は結局自分次第そのまま分かっているけどもう少し気をかけて変身かっこいいと思った同調圧力大丈夫
でね、こうやってトリを任せていただいたということで、私たちが牛のフェスを大きくするぞの気持ちで本日もうやってまいりましたのでね、こっからまだまだキノポ本気の30分やっていきますので、牛蔵さん見ててください、見ててください、開いた、あ、牛蔵さん、牛蔵さん見てて、見ててください。いやさ、こんなにさ、あの出演者に愛のあるフェスってそうそうなくない、だって、うん、YouTube のさ生配信があるんだよ、うん、やばくない、無料生配信見えてますか、近いよ近いよ、あ近いあと遠く、あこっちこっち見えてますか、見えてますか、見えてます、見えてる、見えてますかって言ってる、見えてますか、見えてるって言ってる、って感じでね、あの牛蔵さんは私たちも含めて その出演者たちを本気で広めてくれようとしているというか、本気であの考えてこうやっていろいろやってくれているので、その牛蔵さんの思いに応えるためにもね、キノポもっともっとあのやっていきたいと思うんですけど、今私たちあとはあさってにもツアーファイナル、今ツアー中でそのファイナルも控えてて、もうめちゃめちゃ燃えに燃えてます、燃えてます、燃えてます。そんなキノポの今をぜひここダブダブにいる皆さん、そして配信を見てる皆さんにもお届けしたいので、ぜひ30分間目離さず皆さんついてきてください、見ててください、お願いします、ね
ちゃん。でもやっぱり次の曲はくるちゃんのことだけ見てほしいの。あいあいがさI'm not afraid to die.
緒に行ってください。給料目線最高。声がちっちゃい、ちっちゃい。給料目線最高。言ってない人がいる。配信の人も言ってください。給料目線最高。次ラスト歓迎スキュー。
さあもう一度ひなこさん、あ、おお引っかかったか一応気使ったんだけどごめんごめんごめん、こういうトラップもあるから。ありますね、東京は光栄かな。光栄です、ありがとうございました。ギュノフェスザライブ大トリを飾ってくれましたきのこさんにもう一回拍手を。